きました。ノーリミットの曲、唯一今日のカバー里見浩一の曲で、里見浩一ってほんま言ってるけど、我がパブリックミュージックワークスの社長でございます。で、あの子にシングル CD っていうこんな細長い8センチ CD を置いてるんですが、人気モノでいこうという番組で採用された曲でございまして、袴田さんっていう俳優、今まで今も活躍してはる袴田なんて読む下の名前、よしひこさんが、浜ちゃんと内藤なんとかさんっていうちょっとひげ面の俳優さん、ご存知ないかな、内藤さんやったかな、内藤剛、ほうほうほう、らしいですの3人でそれぞれオリジナル曲をリリースして、オリコンチャートに何位以内に入るかみたいなを争う企画やったから、ちょっと趣旨がはっきり覚えてませんが、それでとりあえず俳優さんに1曲ずつレコーディングさせてリリースさすっていうやったんですよ。でオリコンでどんだけみたいな、オリコンで何位かみたいなのやったんで、それで採用された曲で、そのまあ裏業界、テレビ業界の人と里見がちょっとコネクションがあったので、ああ言っちゃったあれね、こう応募から選ばれたっていう風になってるんですけども、そういうことですもう20年前の話、十何年前の話だから、いやテレビってそんなもんすよっていうね。それもね、運も実力のうちというやつです。はい、まさに。で、運を引き寄せるのも実力です。で、やっぱエンターテインメント業界で食っていく人はみんなそれを勝ち抜いて、勝ち取った人たちですよね。で、まあ、歴代後輩いろいろ、まあ僕は全然先輩面するほど何も慕われてる後輩はいないんですけど、まあ時代的にね、その当時いてた後輩たちは実際もう売れてるバンドもいてますし、うん、なんか聞こえるの、で、バンド歴代いろいろ里見の曲をやってて、僕もちょっと曲やってた、曲だけ僕の曲採用されてやってたバンドもそれぞれのバンドでちょいちょいあったんですけど、でこの時にまあそのまだそのね、それ後々バンドが解散してからあれ採用されてね、リリースされたんですけど、その時はアレンジされて全然別物になってると、絶対ノーリミットの方がかっこいいと思ってるんですけど、後半の歌詞も変わってるし、あ、作家が入るとこんなんなんねやって切なくなった思いがありますね。で、その時の里見の中での曲で、やっぱ僕は里見浩一の曲が好きで一緒にバンドやってたんですね。でやっぱ彼の曲もまあいろいろ幅があるので、やっぱこっちよりあんまりやなっていうのと、ここドストライクやなっていうのが結構あるんですけど、やっぱね人それぞれあると思うので、の中のもうめっちゃ好きな曲、里見の曲の名曲やと僕は思っております。きつく濡れて
して俺のことでいいんだろう。寝転んで腹を噛んだり、寝癖にバカアレンジ加えたり、そんな俺を見てる君はなぜか幸せそう。すごいところコードがシンプルでも名曲をとされるのはすごく残ってるっていうところの、まあそこまではまあまあいいあれで比較するのもどうだと思うんで、いやシンプルなコードだけでもなんか好きな曲ってあるんやなって思う一曲でございます。うん、ほんまに少ないんですよねこれ。はい、あ、ほんまに、まあ、まあ、一般的なコードは使われてるんですけどね。うん。うん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 。お、大丈夫。10時までに終わる。あ、レコードをね、ちょっと下の段ボールにレコードをいろいろ入れてますので、まあ、僕がリアルタイムで買ったやつもあれば、なんか親父のストックからなんかね、こう未だに残ってるやつもあれば、幼少期のね、なんかあのみんなの歌みたいなのもあったりとか、ちょっといろいろあるので、もしかしてワイヤレスのマイク入ってる？楽屋の音入ってない、気のせい、何かたまに音が聞こえんねんけど、大丈夫コータン、OK だね。そう、レコードなんかね、こうパパって見てもらって聞きたいのあったらなんかかかりますので、ほんまになりますのでレコード知らない世代もそういう音に触れてもらったら嬉しいな、うん、古き良き時代っていうのがすごく好きなので、まあそれはもうまあ